ちょっと面白そうなありましたね。伊之助でも撮りますか。この台はどうやろう。人気景品なんで、さっきよりね、新しいプライズやし、もしかしてむずい可能性高いよな。ほい、あ、パワー強いやん。マジか。精密なアーム操作が求められるむずいところ、頼むぞ。あー、落ちる落ちる、手前落ちる、落ちんな落ちんな、あー落ちた。どうしよう。完全に横向けてしまう。こんなもんで、で、ほい、あー惜しい。左爪と右爪でしっかりと取って、手前にコロッと転がる系やったら続ける。お、来た、お、来た、お、来た、やったー。何や、全然なんか緊張感なかった。やりました。どうしよう、ヤマトあたり行っとくか迷うな。いや、行ってみるか、寺場も。せっかくやしね。どんなもんか見ときましょう。寺場の雰囲気、これでどれぐらい動く、これでどれぐらい動く。あ、やばやば、え、マジでこれちょっとやばいよね。さすがに有料すぎる気がするぞ、これ。これどう。あー、下手くそ、すいません、ミスりました。ここ、ここ、これでまたがっつりと振れ、左に、ほい、すごいね、だいぶ進む。とこの辺、このだいぶ真ん中、これどうやろ、動け。ギリ狙いします。むずいけど入ってくれ。 OK、 入った。で進め進め。 OK、 来た。多分無理やけど、月も一回やってみますか。ここ、ここ、いけ。あ、回るやん。全然つけるミスやった。なんかね、あらゆる技をね、対策しきってないからプレイしがいがありますね。めっちゃ面白い。こんなもんかな。いけたんちゃう。いけ。惜しい。左爪が邪魔してるな。もうだったら普通に輪っかに入れて落としますか。輪っかにギリギリで入れてきます。この辺こんなもんで、どう、これ、こっちギリ、動け動け。あー惜しい。ギリで成功するとね、全然落ちると思うんですよね。これでいいんちゃう。ギリギリからの動け動け。 OK、 来た。また角つけるやん、これ。これね、奥の行きつけのとこやと、だいたいこれ4000円から5000円ぐらいかかりますから、ね、いけ。あー惜しい。来そう来そう。あ、でもめっちゃ寄ってきてる。おもろいな。ちょっと勢いよく進めようかな。一度ね、あのくぼみぐらい狙っています。 OK、 入った。いいんちゃう、これ進むんちゃう。 OK、 来た。くぼみめっちゃ狙いやすいの。くぼみ狙いで、ここで入れ。 OK、 入った。で、ほい、お、来た来た。これもう落ちる寸前よ、ほんまに。どうしようかな、くぼみか、最後輪っかか。最後はまあ輪っかいきますか。素直に取りに行きましょう。輪っかで、はい、ゲット。やばやば、めっちゃ簡単や。めっちゃ動いてくれるな。輪っかもでかいし、有料設定、だいぶ有料設定なんで、日和も取っていきますか。500円でいこう。もうこの辺で、ちょっと奥気味で、まず横向け、横グイッと。 OK、 でこの辺ちょっと手前攻めすぎた。来い、進んでくれ、
すすめ。 OK、 よかったよかった。まだなんでこの辺でもうちょっとね傾きを作っていきます。傾け。 OK、 この辺これどうよ。あ、もっと狙っていいんや。すいません、ミスりました。とね、起きそう、何か起きそうなんで、あのね、くぼみらへんを狙っています。ほい、あー外れてるな、くぼみ。でも、めっちゃ進んでるやん。まあいいか、とりあえず、これで OK で、進め、手前に。なるほど、ちょっとね、右爪で奥角、あ、狙えるやん。ほい、お、来た。これが勝ちなんや。これで落としていきますか。今みたいな感じで狙っていきます。右爪で右奥角、いいんじゃない、土台の上ぐらい。 OK、 来てる来てる、もうちょい。右爪でこの辺、土台のないとこ。 OK、 来た、これ来たやろ。落ちろ落ちろ。あー、よかったよ。おもろいな、俺。ラストも突き技で決めに行きます。この辺で、で、これぐらいでいけ。よし、ゲットいけ。よし、ゲットやりました。おもろ、めっちゃ面白いな。はい、ってことで1店舗目すごかったですね。マジでめっちゃ有料設定やったとかね、設定がうまいな、ちょうど面白いからもう1ゲームしたくなるんですよね。っていうことで、まあ一旦1店舗目こんな感じで次の店舗移りたいと思います。この辺ね、めっちゃゲーセンあるんで、ちょっとその都度撮影許可取ることになるんですけど、撮影させてくれるところだけやっていきたいと思います。よし、手元だけのね撮影許可もらったんでやっていきますね。もう今日マジでめっちゃ金使うかもしれへん。とりあえず2000円いけますか。1店舗の予算1万ぐらいで2000円分両替していきます。あ、ジョリーンがいるやん。じゃあジョリーンを狙っていきます。どうしよう、どんな感じやろな。とりあえず、まあよくある感じでね、いつも通り奥を傾けていきます。だいぶ開くな、マックスの開き幅ですね。で、あー、この辺で右奥の角ぐらい狙ってます。 OK、 いいんじゃない。で、シュッと、はいはいはい、悪くないよな。ちなみにね、橋幅はそんなに正直広くないんで、結構下手なことすると積んじゃう気がしますね。はいはい、ただでもだいぶね、景品自体は減ってるから、これミスったかな、右の方が橋幅広いかもしれへん。まあいいか、頼むぞ頼むぞ。これでいい具合に傾け傾け。 OK OK、 順調に傾いてますよ。ちょっと一度ね、マックス寄せて手前の鋭角をね、左アームの腕の幅で寄せてくるイメージ。これどうやろ。あー、こっちの方が動くな。もうちょっとだけ寄せたら奥に乗らへんかな。極端な手前重心じゃなかったら、そろそろね奥に乗ってくれてもおかしくないかも。いけ。いやー、怖い怖い。一度試してみます。綺麗に両アームで手前狙って、奥に送れ。お、行くやん。なんやこれ、超有料設定や。もうちょっとだけ奥に寄せます。こんな感じで、ただね、寄せすぎて奥側に落ちちゃうと、それはまたそれで厄介なことになるんで、頼むぞ、変なことなんな。 OK、 危ない危ない。押してみますね。いや、奥を1回だけちょっと整えるか。こんなもんで、いや、これワンチャン落ちるよな、これで。ほい、ほい、あ、
やらかした。どうしよう。奥に運べへんかな、これ。めっちゃもったいないミスしたな。完全にやらかしたんで。最悪や。もっと慎重に進めたらよかった。引き上げろ、これで引き上げろ、引き上げろ。あー惜しい。今の狙いもう一回すんのは難しいな。ここをこの辺で無理かな。引き上がらへんかな、これで。引き上げろ、引き上げろ、 OK。 それで引き上げろ、引き上げろ、 OK。 それで引き上げろ、オッケー、来たー、いやーちょっと危なかった、マジで詰まったと思った、ほんまに。なんとか、でもね、パワー強いですね、普通に。かなり両雷です。じゃあ次行きます。